恋愛とは、そして恋愛の醍醐味とは。こっち向いてよ向井くん。恋愛といっても人によって価値観の違いが大きく出ますが、それに正解はあるのでしょうか。そしてそれが同じ人と一緒になるのか、一緒にいるから同じになるのか。今回のお話は、神田との恋をきっぱり終わりにした光輝は、自分の素や生活感を相手に見せることをひどく嫌っていたが、向井くんにはいつの間にか人に見せたくないと思っていた部分を見せられていたことに気がつく。同じく向井くんも光輝といる時のことを考え、名前のない関係性を変に意識してしまう。また今回はマミと元気の二人の問題にもついに決着がつきましたね。離婚という形を取り、すでに手続きを済ませ、戸籍上では二人はもう罰がついてしまうも、それは二人が離れ離れのお別れをするということではなく、かねてよりマミが望んでいた新しいスタイルのスタートラインに立ったということでしょう。そして向井くんは、次回はいよいよ最終回。恋愛迷子たちはゴールに無事にたどり着くことはできるのでしょうか。そしてそもそも彼らのゴールとは一体どこなのでしょう。10年ぶりに恋をしようと決めてから、これまで多くの失敗を繰り返しながらも頑張ってきた向井くんは、いつも一番近くにいてくれていた光輝の存在が、自分の中でいつの間にやら大きくなっていることを実感する。でも、今の楽しい関係が壊れてしまうことを望まないので、気持ちは伝えたくない。一方で、前向きに離婚をしたマミと元気は、二人らしい幸せな暮らしを模索している。乗り越えなきゃならないことも、まだまだ多いけれど、二人で選んだ道だということ。そして何より、キミコも見守ってくれているから大丈夫、と。そんな中、美和子もまた、ある決断をするようです。最終回のお話は、幸せに向かう気持ちが交錯する運命の回となっているようです。今回は前回のオールをして朝食を食べたことが、まるで二人の中でなかったかのように、爽やかな平日の朝を迎えていた向井くんと光輝。しかし実際には、それぞれ二人の心の中には、あの日の出来事を自分たちなりに思い返していましたね。向井くんは光輝といる時の心地よさに改めて気がつき、光輝はというと、神田には見せることができなかった自分の素を、実は意識せず向井くんには見せることができていたことに気がつくところから、今回のお話はスタートしました。夫婦で一緒にいる意味という問題提起の答えが出ないまま、向井くんは一番身近な夫婦の納得できない決断を目の当たりにしましたね。これから恋愛、そしていずれは結婚もと考える者にとって、マミと元気の離婚はあまり良くない影響を与えかねませんが、もともと妻であったマミの実家に身を寄せていた二人の離婚後、義息子となっていた元気が家に残り、マミが家を出た理由には納得できました。そして向井家の愛が感じられましたね。気の抜けて正気を取り戻せない抜け殻のような元気は、見るに耐えない状態でした。彼がどれほどまでに
マミを大事に思っていたかは言うまでもありませんね。そんな状態の元気が注文を間違えたせいでおかしな展開が生まれたところが今回のお話のポイントでしたね。美和子と浩輝がひょんなことから仲良くなっている様子は、別に向井くんが二股を同時期にかけていたわけでもなく、なんなら浩輝とは何も始まっていないのに、なぜか背徳感というかドキドキするのはどうしてでしょう。向井くんが気まずいと感じるのは無理もなく、三人がそれぞれ無言で心の中で叫んでいる様子は、当人たちは地獄だけれど、傍から見ているとおかしく思えてきました。けれども話は元気とマミの離婚について、議論のようにそれぞれの考えを熱く語り合う場面に、浩輝のいつもの恋愛マスターの意見に加えて、今回は美和子がご意見番のように加わる構図となっていましたが、それぞれの考えに一理ある部分があって、共感できたりできなかったりでしたね。また、元気のいない部分では、束の間の女のバトルが再び始まりましたね。メイの発言は、ことごとく鼻につく部分ばかりですが、マミの放った言葉にスカッとしましたね。今回は勝負ありでした。そんなマミも、メイや兄である向井くんには強気でいるものの、やはり一人になると寂しそうな背中がかわいそうに思いました。あの時のマミに、どんな言葉をかけるのが正解なのでしょうか。けれども強いマミは元気が店を畳むことを知ってついにちゃんと思いを伝えることができ、元気とマミの新しい関係がスタートすることになり、結果としてこの二人はハッピーエンドになりましたね。最終回に残されたのはやはり向井くん自身。最後の虹の奇跡は運命と捉えてもおかしくはない状況でしょう。虹の写真を浩輝に送ろうとするが、迷って躊躇している間に、ほとんど同じ角度で同じ景色の写真を浩輝が先に向井くんに送っていましたが、もしこれが逆で、向井くんが先に送っていて、浩輝が送ろうとしたところに同じような写真を受信していたら、もしかしたら状況が変わっていたかもしれないですね。今回は向井くんが駆け寄り、何のセリフも発しないまま次回へと続いてしまいましたが、向井くんはちゃんと言葉にして思いを伝えることができるのでしょうか。予告映像では、浩輝は自分の人生の選択は自分でしたいことを述べていましたが、この言葉は向井くんにはどう響いていくのでしょうか。最終回という文字が添えられた最後の映像では、物静かに向井くんと浩輝が座っている様子がありましたが、この二人がどんな結末を迎えるのか、とても楽しみですね。お互いに足りない部分を持っていたり、会話のペースは心地よいほど相性のいいこの二人が、付き合うに越したことはないですが、ただの飲み友達では終わってほしくないというのが、視聴者の素直な意見ではないでしょうか。9月13日、いよいよ最終回を迎えます。どんなゴールが待ち受けているのか、とてもドキドキします。ぜひ次回の放送もお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。